さん、こんにちは。インターンシップ生の立ち入りです。私は今回インターンシップで、東海大学の秘密という記事を書かせていただいておりまして、私は今回3回目になります。今回私が紹介するのは、東海大学の部活動やサークル活動についてです。東海大学の部活動、サークル活動には体育会系、文化部連合会系、防政会系、一般サークルの4つの種類がございます。体育会系は、陸上やラグビーなど、スポーツに関するサークルや クラブ活動でありまして、これ東海大学は非常に強力な部活、スポーツの部活動が多く、全国や世界に多くの記録を残しています。文化部連合会は漫画研究会や書道研究会などで、こちらは、文化祭や各種イベントごとで多くのサークル活動が参加しております。防政会系というのは少林寺拳法部や、ローバースカウト隊など、一風変わったものが多く、こちらはこう珍しいものだと思います。一般サークルは、アジア法学生協力会やラート部など、かなり専門的なものが多く、趣味が、そちら結構専門的なものが多いと言える人たちが集まっています。といかがしたい、いかがでしたでしょうか。私は東海大学について、次回は、文化部についてお話ししていきたいと思っているので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。